とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー登っていきたいと思います。今日はちょっとね、チャレンジで、タワー、装備を変えずに行きます。最初の初期装備。ただ、アーティファクトだけは変えていきます。最初の装備のまんま、最後まで行けるのか、挑戦してみましょう。ここでは星なき夜が欲しいんだけども、なしで。とりあえず9回商人まで来ました。若干攻撃力の低さが目立ってきたかな。でもここでね、剣を上げない方がいいと思うんだ。防具をね、上げた方がいいような気がする。なんかそうでしょ？やっぱ耐久力っていうのすごい大事なんで、ここは防具を上げます。85か。90じゃなかったな。武器90まで上がるんだけどね。85の傭兵アーマーです。まあボスは10回20回とね、楽勝なんで大丈夫なんだけど、問題は20回までこのまんまいけるかどうかっていうところだね。頑張ろう。とりあえず、ボスはこれでワンパンで倒します。はい、オッケー。ここからがちょっと難しいぞ。ただいま15回ですね。特に攻撃力低くても、愛のメダルがあれば、まあ、なんとかいけてる状態かな。愛のメダルはやっぱり、優秀だよね。ちょっとやばいぞ。ここやばい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 。あとは、この武器についてる蜂。蜂がやっぱり、かなり役に立つね。蜂は役に立つ。よし、OK。ナイス。もう、キーパー出ないよね。とにかくクリーパーとか食らったらワンパンでやられるから、そこは要注意でやってます。で、次のユニーク、それで、防具をね、反逆者に変えればまただいぶ行きやすくなるんじゃないかなと思うんだよね。どうだろうか。で、最後の最後29回で黄金の剣、そこまでこの攻撃力でいけっていうのがなかなか厳しいんだけどね。でもまあそれしかないかな。ここでね、反逆者に変えるわけだ。パワーが上がらないもんね、これ。反逆者に上がると、近接が 25%、速度が上がって、ダメージもね、20% 上昇すんのよ。なんで若干はマシになるんだけども、それでもやっぱりパワー70の剣だわ。パワー70の剣か。このね、21回から28回そこだよね、問題は。多分、そこなら敵も倒す。せなくもないと思うんだ。でも、厳しいな。厳しいと思う。まあ、とりあえず行けるところまで行こうよ。ここも本当はね、これが欲しいところなんだ。いやー、お菓子のカバンもらったところでな。いや、もらっていってで、若干なりとも回復を入れながら行ったがいいのか。いや、違うな。違うな。まだここは地雷の方がまだマシか。地雷が多分まだ若干なりともマシだと思います。OK。とにかくクリーパーをちょっと要注意で行きますね。オッケー。さあ、で、ちょっと危なくなったら離れて
ちょっと敵のヘイトが来ないように工夫していきます。 OK。 攻撃速度がやっぱ上がってるんで全然倒しやすくなってる。うん、これは18回までの俺とは違う。うわあ、お前が来た。剣のパワーが上がれば、あの蜂のパワーも上がるんで、まあまあまあやれるとは思うんだ。あ、でもそうか、上がるのは29回か。ボス、まあまあ雑魚を倒せば蜂出てきてくれるけど、どうなんだろうね。これいけるかはな、厳しそう。ここ絶対厳しいわ。22階が多分ね、鬼門だと思うんだ。ここが多分一番難しい。でもまあまあ、うまいこと立ち回ればいけないこともないんじゃないっすか、おそらくね。不可能はないと思うよ。よし。おい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 。やべ。こんな雑魚モブに、ボコボコにやられそうだ。やべ。とりあえず危なくなったら逃げる。うん、それを徹底しよう。ほんとあと1回やられると終わりだからね。愛のメダルさえあれば、まあなんとかいけなくもないと思うからね。おお、いけたわ。いけたいけた。うん、まあまあ時間を使っていけば全然いけるね。これ上まで行けそうだぞ。25階だけどもどうすっかな、厳しいぞ。アップドラフトの章入れてみようか。一応ダメージは1万2000なんだよね。行ってみるか。多分相当厳しい。相当厳しいんだけども、まあまあ頑張れ。アップドラフトの章でなんとか、やっばだよな、厳しいってここは。やっぱね、ポーションバリアがないと辛いな、あそこは。ちょっと、敵が多すぎて厳しかったです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。